して元竹則、ネオが請求に苦しむ理由。9月30日に放送された、日本放送ショーアップナイター、巨人対中日で解説を務めた江本武則氏が、中日のネオアキラについて言及した。ネオはファームで76イニングを投げて、45四死球と制球に苦しんだ。江本氏は、私は一目見て言いますけど、下半身が浮いています。だから、あれだとコントロールが定まらないと指摘。体が沈み込んでもいいと思うんですよ。マックスイングまでは、フォーム的には良いんですよ。そこから、踏み出してからの下半身の安定感がない。簡単に言うと球離れが早い。もっと低い位置で離さないと、そういう投げ方をした方が安定感が出てくると思いますねと続けた。ネオが先発デビューしてチームは2勝してる。ネオが球場の雰囲気を変えてチームに貢献しているのだと思う。打席も期待できるので試合を見ていて楽しい。来年はがっつり勝ってスーパースターになってほしいです。江本氏の指摘の通り、オフにフォームをしっかり作り、来シーズンに向け頑張ってほしい。松山、石橋、ネオ、中地、同い年の期待持てる選手がいるドラ。楽しみにしてます。おそらく球離れが悪いのは本人も自覚しているのか、それで高く浮いたと思ったら逆に持ちすぎて地面に叩きつけるようなボールになったりしているように見える。さすがの強運の持ち主。評論家でベタ褒めしてる人いないのが気になる。江本に論評されるレベルの選手ではない。野手時代もそうだったし、投手としてもプロの目から見ると課題が多い選手なのだろう。投げ方が高校野球で内野手がマウンド上がったみたいな投げ方やもんな。フォームの指摘、これは時間をかけてチェックすべき点ですな。疲労が出てくると勝負どころでコントロールが乱れてしまうかもだし。野手が投げているような感じですから、投手としては違和感はあると思います。投げた後、バランス崩すことも多かったし、歴然でしょ。その他課題も山積みだけど、それでも抑えられる選手ポテンシャルを今は大きく評価したい。エモヤンの鋭い指摘。それが彼の限界でしょ。そこまで注目される選手じゃないスター性はあるが実力はプロレベルではないでしょ。